ではですね、今日もスロンとマクエールの謎の物語2続きをやっていこうと思います。まあ、今回はどんな話でしょうね。ダイイングメッセージ。ダイイングメッセージっていうと、よくね、ミステリーもの、ミステリーものとか推理小説とかで、よくこう、犯人を示すような、まあ、被害者がね、最後に残した、死の間際に残したメッセージ。推理小説好きにはピンとくる言葉です。発見された死者が死の間際に残したメッセージ。こういうのって実際の本当にリアルなね、現実の世界の事件とかでも、こういうふうに残したりとかあるんですかね。主人公がその謎を解いていく物語は興味深いものです。やっぱり憎いからな、自分を殺した人がね、憎いですから。まあ、その人が別に意図せずとして残したであろうメッセージもあるだろうけどね。男が銃で撃たれて死んでいた。ああ、なるほど。これ自殺を装ってるってことですかね。彼は書斎の机に突拳っ走っ銃て持っおてるり、し。手には銃、机の上にはテープレコーダーがあった。怪しい刑事な。が再生ボタンを押すと、私はもう生きていけない、生きる理由もないというメッセージが聞こえ、銃声が鳴り響いた。おかしくね？おかしくないですか？これ、もうこ刑の事時は点こで。れを聞いて、彼は殺されたのだと確信皆しさんた。わかります？なぜ？おかしくないですか？これは。おかしくないかな？だってこれ私はもう生きていけない。生きる理由もないって言ってから銃声でバーンって死んだんでしょ？自殺。ってことは、誰がこのテープレコーダーを止めたのっていうのと、このテープレコーダーを誰が巻き戻したのって、再生した時に一番最初から再生されたんでしょ？ってことは誰かが巻き戻してますよね。これは、もう矛盾ですよね、この時点で。この時点で矛盾が生じています。これは、他殺ですね、これは。確かに。どういうふうに言えばいいんだろうな、これ。刑事。勘じゃないですね。刑事が男を殺した。いやいや、違います。まあまあ、そういう可能性もね、あるだろうけどさ。他殺だと思ったのは、テープ。テープの再生？まあ、再生された瞬間かもしれないな。あれ？違うか？あれ？違うか？そういうことじゃないかな？再生された瞬間ではなくて、銃声を聞いたとき、銃声を聞いたときだな。そうですね。多分そういう感じでしょうね、これ。銃声を聞いた瞬間に刑事はある矛盾に気がつきました。矛盾。そうですね、矛盾です、これは。完全に矛盾です。テープ。巻き戻しですね。巻き戻っていたこと。まあ、ゾッとするな、多分これ。いざ見たら。はい。銃で男が死んだのにテープが巻き戻っていたということは、別の第三者ってわけじゃないな。別の誰かが巻き戻したってことですよね。そういう話でしょ、これは。他になんか、テープレコーダーに何か矛盾が。テープ。編集が加えられていた。違う。編集された後はありませんでした。そういう話ではないと。男に何か、男のメッセージは、二つの意味。本心から言っていた。ああ、来た。最後のメッセージが。自殺を示唆する内容は全て犯人に言わされたものでした。じゃ、やっぱ、誰かが巻き戻して、その犯人が、
そのメッセージを言わせたということだね。犯人はテープを、まあ、止めて巻き戻したんだよね。誰が犯人かはわからないが、はい、確かにこの刑事が犯人かもしれないが、メッセージを刑事に聞かせるため犯人はテープを巻き戻しました。まあ、それが逆に良くなかったということですけどね。そしたら第一発見者が犯人の可能性もあるな。あの刑事さんをこの部屋に案内した人とか、もうそういう人が犯人かもしれない。身近な人が犯人可能性はあるな。犯人を死に追いやった凶器は、レコーダー。レコーダーじゃない、レコーダーじゃない。レコーダーじゃなくて銃ですね。犯人、あ、男が死んだ場所は書斎。犯人が男を殺してから行ったのは録音巻き戻し。いや、憎いですね。あれですね、なんか犯人はわざわざそれを言わせた後に銃で殺したわけか。刑事がたささと確信したのは、再生の位置ですね。まあでもこれも定番な、正しいようです。定番な話だな。よくある話。まあ、結構スロンとマクエラは定番を持ってくる傾向があるので、刑事が再生ボタンを押したとき、いきなり男の声から始まった。そして一発の銃声とともにテープは終わっていた。銃声と同時に男が絶命したのなら、なぜ男の声から再生が始まっていたのだろう。実は現場には男の他にテープを巻き戻した人間がいた。刑事はとっさにそのことに気がつき、今回の事件がテープを巻き戻した人物による他殺であると確信したのであった。そうですね。なんかわざわざご丁寧に巻き戻したことによって、まあ、自らそういうふうに、疑いをね、強めてしまったってことなんだけど。まあさ、まあ、可能性として、この人が、この、まあ、他の人、誰か他の人にメッセージを聞いて欲しいがために、銃を撃って、ギリギリね、ギリギリ生き残って、その生き残ったその、即死はしてなかったって可能性とかも、可能性としてはあるかもしれないけど、犯人は自殺に見せかけて被害者を殺害したということでしょうか。とある推理小説で、他殺に見せかけた自殺、見せかけた他殺、ややこしい、ややこしい事件があったとか、そんな事件あったの、気になるな、それ。小説中の探偵はもちろんですが、読者も混乱させられますね。ちょっと趣向を凝らしすぎかもしれません。いやー、でもなんか面白いね、逆にそういうのも。他殺に見せかけた自殺に見せかけた他殺だった。どっちやねんって感じだけど。なんだか寝つけない夜があります。まあ、まさに今そうですね。今時刻深夜2時。良い子はね、早く寝た方がいい時間帯ですが。翌日に大切な用事があって早めに休みたい日なのに寝つけない。まあ、そういう時はね、俺は、ホットアイマスクとかをつけながら寝ますけどね。イライラするのだけど、そのせいでますます眠りが遠くなる。そう、寝れない。早く寝なきゃ。早く寝なきゃ寝なきゃって思ったら確実に寝れないから。そんな経験はありませんか？いや、ありますとも。何匹羊を数えたことか。最高で2万匹ぐらい数えたことあるよ、これ。羊を。スミスとマイクは出張でホテルの隣り合わせの部屋に泊まった。いやー、そうですね。壁一面真っ赤な部屋と壁一面、真っ青な部屋、どちらをあなたは選びますかっていう。その晩、スミスは深い眠りについたが、俺だったら、他にもかかわらずまるで寝つけそうにない。青かな。やがてマイクはスミスに電話をかけ。すごい怒ってるような。電話を切るとすぐに眠りに落ちた。一体なぜだろう。うるせえって言ってるような感じに見えるね、これ。なんかマイクがなんかスミスに対してうるせえって。そうですね、マイクの気持ちとしてはどういう気持ちだったんでしょうね。マイクが眠れないのは
部屋のせいですか？え？いきなり？はい。部屋のせいなの？部屋にはある問題点があり、マイクは眠れませんでした。部屋の問題点とは、なんでしょうね、カリカリしちゃって。なんですか？なんか、あ、そう、エアコンの音がうるさいとかなんか、あり得るな。エアコン、でもそれをさ、それを隣のやつに言ったってしょうがないと思うが。いいえ。エアコンがうるせえんだよって。ああ、そう。ああ、そうって感じだよ。壁ドンしてたのかな、ずっと。壁をどん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 叩いて。いた。なんか寝相が悪くて。その可能性は、はい。あるな。部屋の壁は薄く、隣の音がよく聞こえました。隣の音がよく聞こえました。スミスの部屋のってこと？あ、じゃあやっぱりだからどん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 うるさいよっていうことをマイクはスミスに言って、で、それで、静かになった。スミスがなんかしてたんでしょうね、じゃあ。スミスは、眠ってましたか、まず。本当に眠っていたんでしょうか。疲れていたから？はい。とても疲れていたので、すぐに眠りにつきました。まあでもそうか、スミスは寝てたのか。スミスはマイクに、マイク、嫌いでしたか。スミスはマイクが嫌いだった。いいえ。嫌いだから、なんかもう本当に、なんかもうすごい、ロックをね、大音量でパンクロックを流して、それを聞きながら寝てた。眠れねえよって感じだけど。部屋に何か。部屋二人。別々。別々でしょ？別々の部屋って感じだもんね、元から。はい。別々にいたと。マイク。マイクはスミスのことが嫌い。まずは好きか嫌いか。とりあえずはっきりさせとこうか。いいえ。別に嫌いではないんだね。嫌いではないんだ。じゃあ電話によって何かが、電話の内容は？なんだ？笑い話、仕事の話、泣ける話。眠くなる話。無言。怖っ。仕事の話かな？仕事で気になることが。いいえ。いきなり、寝てる人に電話をかけてさ、マイクは一体何を話したんでしょうかね。あ、これじゃね、これじゃね。これじゃね。あ、でも、マイクは電話で、電話好き？あ、電話しないと眠れない、私。私、誰かの声聞かないと眠れないのっていうかまってちゃんだった。可能性も、否めないが、電話は、眠くなる話？いいえ。無言だったのか？これは。なんか、笑い話とか泣ける話とかさ、そういう感じしないよね。あ、やっぱり無言か。なんでしょうね。はい。無言。スミスの起床を確認すると、急いで電話を切りました。ああ、電話を鳴らしてスミスが起きたのを確認したら、うるさい。スミスが起床してうるさくなった。あ、逆か。スミスが寝てる間ずっと、その反対でとても静かになりました。あ、そっか。今までがずっとうるさかったんだ。いびきか。いびきは、スミスのいびきがずっとうるさくて、で、それで寝れなかったんだ。スミスが起きた瞬間に、マイクは寝た。いいえ。まあ、しばらく眠、まあ、そうか。さすがにすぐは眠れないけど、
そうか、なるほどね。ただマイクは、スミスのいびきがめちゃめちゃうるさくて、ふざけんじゃねえよ、あいつと思って、まあ、別に嫌いじゃないんだよな。だから、いびきのことをとにかく言うつもりはないけど、とりあえずあいつのいびきだけでも止めたいと思って、とりあえず、まあ、起きたってことはいびきは止まったってことだから、そういうことか。そういう まあでもすっげえいびきうるさい人いますよね。僕もね、学生時代に合宿にいた時に、同じね、サークルの面々と、部屋を共にした時にですね、ものすごいうるさいね、やつがいたんですよ。めちゃめちゃうるさくて、もう一睡もできなくて、で、さすがに、次の日、部屋を変えてもらったっていう。もう本当に 死にそうな顔で、もう真っ青な、もう魂の抜けたような顔で、すみません、俺、あいつと部屋変えてもらっていいですかって。言ったな、高い金払ってここに来てるんだから、さすがにそんな我慢はできないと。地獄です、あいつと一緒に。俺3人ね、男3人同じ部屋だったんですけど、2人出てったっていう。2人しかも別々にね、散っていったっていうね。まあ、別にね、いびきをかいてるやつが俺もね、嫌いだったわけじゃないわけですよ。マイクと一緒で。スミスのことが嫌いだったわけではなく、まあ、ただ本当にいびきが嫌だったから、本当に。まあ、それは、やむなしだったということで。2人が宿泊したホテルの特徴は、壁が薄い。マイクはスミスに電話をかけて、すぐに来た。マイクが寝つけなかったのは、スミスのせいです。いびきのせいです。マイクがスミスに電話をかけた理由とは、起こした。そういうことか。正しいようです。いや、ほんとね、あれですよ。いびきってね、頑張れば解消できるものだから、いびきは解消した方が、するに越したことはないでしょ。だから、いびきは、それこそ、ベロの体操するとかさ、ベロの体操するとか、顎の体操するとか、すれば解消はできるから、そういう風にして解消しましょう、皆さんも、いびきは。マイクが眠れなかったのは、スミスのいびきがあまりにもうるさかったからだった。たまらずマイクが電話をかけると、スミスが目を覚まして電話を受けた。当然、いびきも一時的に収まった。マイクはその隙に急いで眠りに落ちたのだった。まあ、そしたら今度はスミスが眠れなくなるっていう。マイクのいびきで 負の連鎖、負のスパイラルが発生するのであった。ちゃんちゃん。不思議なもので、寝ついた後の物音は気になりません。寝ている状態と起きている状態と寝ている状態の違いは興味深いですね。だから耳栓とかしてね。ところで自分が寝る瞬間ってわかりますか？いや、わかりませんね。そういえば。私もその瞬間を自覚したいと頑張ってみたのですが、無理でした。で、夢の中で、これは夢だと自覚するやつなんだっけ？あ、なんだっけ？ なんかありましたよね。俺それをね、一時期、それを頑張ってやろうとしましたけど、結局無理だったな、そういえば。では、今回はここで終わろうと思います。